ニューバランスの田中のぞみです。いつも温かいご声援ありがとうございます。またこの度もたくさんのご投票をいただきありがとうございました。ファンの皆さんから何歳頃から走り始めたのですかという質問をいただきました。私は3歳頃から地元のロードレースなどで走り始めていましたが、その頃は楽しんでいるだけであまりタイムや順位のことは意識していなかったのですが、だんだんと年齢が上がるにつれて意識するようになって、中学の陸上部に入ってから本格的に陸上を競技として認識するようになりました。これからも長く陸上を続けていきたいなと思っているので、これからもどうぞよろしくお願いします。